田川大吉郎田川大吉郎から1947年10月9日は新聞記者、評論家、随筆家、社会運動家、官僚、衆議院議員、キリスト教徒、非全国大村藩の藩士の長男として生まれる、平川学校を卒業。学校では児童文学者の岩谷さざなみと友人であった。1890年東京専門学校卒業。 卒業後に郵便放置新聞に入社。1892年9月に都新聞に移る。1894年6月から日清戦争に従軍。通訳官となる。1896年5月から1897年8月まで台湾の新聞、台湾新報に勤める。1902年8月に第7回衆議院議員。 総選挙長崎県軍部区に立候補するが落選。続けて1903年3月の第8回衆議院議員総選挙長崎県軍部区に立候補するが落選。1904年6月に日露戦争に従軍。通訳官として第4軍とともに1905年9月まで中国を転戦。1908年5月第10回衆議院議員。 総選挙長崎県軍部区に立候補し初当選。1908年に東京市の条役となり、1914年まで務める。1917年1月に、柏井園の依頼で発表した、元老、山形有友を批判する論文、方法を知らぬ民が、新聞法違反で、柏井と共に、禁錮2ヶ月の有罪とされた。柏井は執行猶予が2年ついたが、 田川は1918年4月から6月まで収監された。1919年3月に尾崎幸夫、も月小太郎と共に等。1923年11月に日本キリスト教連名常議員に就任。1925年に明治学院総理に就任。1942年4月に実施された第21回衆議院議員総選挙では、 非推薦で立候補し落選。この選挙の際に名誉であった小崎幸男が田川のためにした応援演説が後に小崎府警事件につながっていく。平和活動を理由として関係から監視されたため、1943年3月に上海に出国。帰国は終戦後の1946年4月であった。1947年4月5日に、 東京都長官選挙に日本社会党から立候補、するが時点となるも落選。直後の4月25日に実施された第23回衆議院議員総選挙に東京国から立候補し当選。議員在職中の10月9日に死去、衆議院において追悼演説が行われた。ありがとうございます。